はい、どうもないです。今回ですね、こちらの終焉の運命と始まりの絆ガチャの方を引いていこうと思います。でね、今回、ゼレフと、オーガストが来てるんですけど、どちらとも欲しいんですけど、そうですね、ゼレフで20連、オーガストで20連っていう感じで引いていこうと思っております。今年最後の、ガチャということで、できれば今年最後どうにかこの2体どっちとも当てたいなと思ってます。で、最初にやるのはこちらのオーガスト編の方を引いていこうと思います。オーガストはもちろん強いんですけど、前回のガチャで、メイビスの方も当てれなかったので、正直このラインナップどっちとも欲しいっていう感じですね。ということで、10連目引いていこうと思います。頼むぞ。まず確定ですよ。確定です。来ないと意味ないから、このゲームは。来い来い来い。おめでとう。おし、あ、珍しい。この演出珍しいぞ。ワンチャンあるぞ。さ、来い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 。頼むぞ。10連で出ればね、ゼルフの30連使えるので。さ、頼む。果汁ね。ウルティア。うお、お前誰、ほんとによ。いらんって。一番出てるかもしんない。もう4突するよ、あれ。もう。いや、でもまだ、お前何回出んの?2 ふざけんなよ。2体もいらんって。まだまだ出るかもしんない。いや、待って。いや、なんで2体出た一番いらないぞ、あれ。おい、ふざけんな。このラインナップキモいわ。いや、さすがにあれはない。あれあの演出で2体出ることある。いや、かぶるか。常設かぶることなかなかないぞ。続いて20連目、引いていきますか。タム。いや、でもさっき確定尽きたからな。可能性は薄いですよ。さあ頼むぞ、20連目来い。いやー、いや、でもまだね、まだ来たワンチャンあるの。ワンチャンあります。ワンチャン来る。ガジルね、頼むぞ。かな、いや、まだワンチャンある。諦めんな。よ。次ラスト。もうかな3体目だぞ。来い。終わったやんけ。かな4体出ることなかなかないぞ。